明日北海道では雨でなかなか気温も上がりにくくなっていくようですね。そうですね、はい、上空冷たい空気が入ってきますので、はい、全体的に、気温が下がるということと、はい、天気が崩れる曇りや雨ということで、はい、日差しもない分ですね、気温が上がりにくいということになります、はい、明日のですね、雨雲の様子を少し見ていきますと、はい、北海道方面ですね、明日このようにですね、曇り、雨雲がかかりやすい状況となっています、上空冷たい空気が流れ込んでいる影響で、ところによってですね、雷雨ということもありますけれども、特に東北方面は、特に稚内などではですね、まあ、このように、まあ、雪、みぞれの可能性も出てくるということですね、うん、そのくらい気温が低いということになります、ですので明日の北海道の天気アイコンを見ていきますと、まあ、全体的に雲が多く、雨が降りやすい状況ですね。でなかなか気温が上がらないということで、はい、空気も冷たいですね、10度を超えるところも少ないということで、はい、3月下旬並みの気温ですね。寒さ対策をしっかりとしていただければと思います。はい、京都の気温差も大きくなりますのでお気をつけください。